を愛して歌いたいと思います。アリさん、はい、皆さんも似合ってね、行こう。ワン、ツー、スリー、ホラI'm not afraid to die.
No!
大橋
回の大城商店街の歌を歌います。ワン、ツー、スリー、フォーレ。
ナース、ナース、ナース、ハコジロー、これからハコジロー、ハコジローさんがあります。ナース語ってるハコジローさんが、あの、花本で、花本でやります。もうちょい、ここ行き。いや、そういうとこ、簡単取りでいいか。また、アリさんが取られて、花本を言うそうです。ハコジさんの片岡さんがね、ハコ太郎という名前で、この花本でね、参加しますよ。それでは登場でも一緒に行って、花本を叩きながら、すごいあのライブ会場で、オープニングライブ会場でやったんですけど、なんと、こけら落としに行ってしまった僕たちでした。すると、ガキブーさんとか、マイキーマリさんとか、有名な方がたくさん出てるステージ、あの、池袋だとね、六本木へ60何年間かけて初めて行った。そのライブハウス行った時に、こけら落としへ泊まった僕らも出れるんだったよ。何度行った瞬間に、その雰囲気にフラガールさんも全部プロフラフラフラ、もうあれですよ。僕らも帰るかと思ったんですけど、確かに着替えもなかったので、あの控え室今いっぱいでしょって言われて、私らこれだ。もう着替えもそのままで、昨日までステージ上がったんですけど、なんとアンコールまで出まして、それが不思議なアンコールでございまして、なんとなく歌わせてもらったんですけど、後で聞いたの、次の日は福山雅治さんがいるとかね、ある瞬間に、俺たちはこんなステージやって良いもんかと思いながら帰ってきたことでした。待ち時間オーバーしてね、後からそれをブッキングしてくれた人が叱られたという、そしてやりすぎました。何の曲やるな、その時の曲で平成新とさるかと言われました。今日は維新のね、服を聞いちゅう、これあの広め市場の中の黒潮さんかな、うん、後ろにね、かっこいいオリジナルだそうなんですけど、幕末維新のあの T シャツを売ってますので、ぜひ黒潮さんで、それでは平成新塗装団でございます。これにやりましょう。これは平成のね、10年かな、龍馬伝応援歌で作った曲で、土佐の高知はまだいいんじゃないですか。盛り上がるぜよ、平成新塗装団、ゴー。
することもあら、乗るのパワーが違うろ、年が40違うで、ね、ほらピアノに負けるわ。そのね、若いパワーってね大事よ。僕ら頑張ってても無理なんですけど、やっぱりこうやって演出はすごいよ。この隣のお父さんもすごいよ。同級生やってみると、もう絶対ね、ふんどしで踊りたいということで、本人の希望で、まあ、無礼講ですけど、この方は、元は機械師屋さん、分かった？硬い仕事、本当にね、硬い仕事、もう辞めて、今年で1年ぐらいかな、1年ぐらい経ちまして、変身をしました。いろいろインディアンから格好したり、普段はこんなことあるけど、今日はね、ステージやから、無礼講でよろしく、許してね。まあね、今度皆さんと一緒にね、楽しんでこうやって歌を聴いてもらって、今日の日を見ると忘れないようにいい思い出してくださいや。次の曲はね、30年代、僕の、まあ、50代、60代で南風に乗っていった時代が、今も南風あるけれど、こう連絡船に乗った時代の歌を歌います。南風2号。それでは皆さん、行こうかね、南風に乗って。大阪に遠征してね、エールを送らないから、大阪頑張れってね、行きましょう。それでは南風に行こう。We'll be right back.
間まだちょっとあるけどね、頑張るね、皆さん頑張ってね、頑張るもう今日の夜と帰らない、年に1回だけね、よろしく。昨日はね、会場の皆さん、乾杯をしましょう。乾杯、乾杯。今日のね、初日のね、乾杯をしたいです。そちらの方も内側を持って乾杯かね。ありがとうございます。皆さんまた乾杯の運動をアリサに取っていただきます。アリサ、乾杯の運動。今日はいつも僕が乾杯の運動で、アリサ、乾杯の運動、はい、よろしくお願いします。はい、どうも、ありがとう。皆さんのこれからのますますの発展と、大橋通り商店街のますます の、 にぎわいの、動きにいたします。乾杯とさせていただきます。皆さん乾杯。それではNHK の方のテレビを見てくれた方も多いと思うんですけど、安田町の谷一平さん、どうもです。PR してきまして、本当にありがとうございます。ぶっつけ本番のストーリーでやりましたので、僕も一生懸命番組がね、盛り上がる協力させていただきました。谷一平さんもすごく喜んでいただいて、2月3日のね、ロケが終わりまして、昨日見て自分なりに感動させていただきました。谷一平さん、一言、劇場入った瞬間に言葉を込めまして、お父さんのポスターを見た瞬間にね、私ありがとうという中にやっぱりここを呼んでくれたんだなっていう、なんとなくね、心のねあれが見えて、僕も隣で一瞬言葉止めましたけど、ほんまにね、一平君にもね頑張ってもらいたいし、加藤さんのコーチをねこうやって PR してもらうんで、ほんまにありがたいと思います。それでは次の歌ですけど、皆さん悪い優先とってな、けど土佐はくじなよ、わしらくじらでよ、行こうか。くじらは飲まない、くじらは飲まないで行こう。ワン、ツー、スリー、ハレー。
ソングユーバージョンする歌を歌います。湯が沸いたのユーユー、もうちょっと湯に入らないよね。もう入っちゅう、入っちゅう、あまり湯に使った、まあ使ったんですけど、これはね、ユーバージョンする歌は20年、20周年で作りました。ソングユーバージョンする歌を見てください。盛り上がってもらおう。手紙を
チャンスボーイ音近くんの歌を歌います。
東京で、ね、OK です。ちょっと水気が落ちたところで、そこの水気が、そこで水気が許さなかったらね、あのそこに洗濯物があるので、冷蔵庫がない。暑いわ、ほんまに全力で2時間、2時間もありがとうございます。それはちょっともらいます、水。それでは丸ごとコーチでございますけれども、この曲はね、やっぱりコーチに行って丸ごとコーチを応援したいと思います。皆さん、それでは皆さん、ちょっと声が聞こえます。どうぞ、こちらの方でどうぞ。こちらの方が分からないけど、困るでしょうか。せーの、あ、こんなことごめん。はい、ちょっと前で、はい。カメラの方が撮ったからね、もうちゃんと来てくれて、ちゃんと見られない。お父さん、金太郎さんです、これでは。よっしゃ、行きましょうか。しっとり、しっとり。お父さん、ギターかっこいい、ギターかっこいい。お母さん、何を見ると書いてくれて。それではちょっと、松本コーチの音を歌います。よろしく。見て、おじさま、かわいい。
全然分かってない。お星様をもらったね。もうちょっとで七夕ですね。ね、7月7日は七夕です。ね、七夕の言うた。え、もう終わり。ねえ、ありがとう言うた。ありがとう言うた。7月7日ですね、東南アナ駅祭りということでね、あります。よかったら7月7日東南アナ駅祭りで皆さんごめんなりせんで来て、帰りはごめんなりせんで帰ったらね、いっぱいの電話、いっぱいの車に遊びに来てください。よろしくお願いします。7月7日東南アナ駅祭り。ありがとうございます。という事務所につきしてはすごい盛り上がりでございました。こんなに盛り上がった土曜日もないですね。そうだね、マメネイクさん、なんかかっこよかった。ありがとうございます。今日散歩自宅昨日のテレビと違います。今日散歩自宅やった。ありがとう。ありがとう。ありがとう。またね、あと何回からまた見て頑張った姿を見てください。今日もゲットしたよ。今日は最後ですね。最後ですね。みんな元気になってもらいたいです。元気になってほしいです。OK。ねえ。はい、頑張って、頑張ってください。君にあげる。
走れを歌います。どんな部屋の盛り上がる、あのやっぱ大橋の商店街の歌を歌うか、せっかく大橋の商店街の歌を歌ってやるか。青年部、青年部、青年部、I'm not afraid to die.
できていないけどね。まあ本当にチキンちゃんにも拍手だけどね。皆さんも気をつけてお帰りください。今日は皆さんにご利用ありがとうございました。僕の CD もそこで売ってますので、よかったらまた買ってもらえたらありがたいです。それではお母ちゃんもおばあちゃんもおじいちゃんもお若い人もみんなありがとうございます。おいしい今日は本当にありがとう。